Photoshop には写真の明るさを変更する様々な方法があります。主だった機能を紹介していきます。まず、イメージ、色調補正、簡単なものからいきますね。明るさ、コントラスト。これをクリックするとこのような画面が出てきます。こちらは、こちらの色調補正パネルからも設定できますので、なるべくこっちを使っていきましょう。自動をクリックしてもいいですし、また明るさを上げていく。暗くする。コントラストを高める。など簡単に調整することができます。次に、レベル補正。こちらのやり方を見ていきましょう。レベル補正はこのようにヒストグラムという山があり、黒、そして灰色、白の3つの点、このスライダーを調整して明るさを変更していきます。白いところを左に持っていくと、どんどん画面が白くなっていきます。逆に黒にしていくと濃くなります。中間色、これを右に持っていくと濃くなりますし、左側は白くなっていきます。このヒストグラムというのは、この写真にある色の分布をマッピングしたものです。右側は明るい写真。明るい色ですね。失礼しました。この右側、今ドラッグしているところはハイライトといって白に近い色が集まっています。写真の中で白に近いところというのをここにまとめているんですね。そしてこちら、逆に黒いところ。このように黒に限りなく近い色の方を、このように分布を見せてくれています。そしてそれ以外の中間ですね。この3つで構成されています。そしてこの3つのスライダーはそれをどの位置で白にしちゃうか、黒にしちゃうかというのを選べるんですね。なのでこのスライダー、今はここまで白じゃない、限りなく白に近いものとして表示していますが、このスライダーを左に持っていくと、スライダーより右にあるものは白として縫いつぶされるというか、明るくなっていきます。こちらも同様ですね。中間色に関しては、こっちが黒より、こっちが明るさよりとなっているのをこう右側にすることで、暗くなってくるのが多い方、そして白いのが少なく、というふうに調整できます。これらを使って調整をしていくと、こんな感じですね。明るさとコントラストとも同じように使えますが、操作方法が違います。さらに他には、じゃあ次はメニューから追加していきますか。あとは露光量。これも使えますね。これは写真の露光量、そのままです。左右にすると明るさ、暗さですが、色の分布は選べないので、このようにレベル補正では選べた絶対白にしておきたいところというのも関係なく暗くしてしまいます。あとはオフセット。そしてガンマですね。基本的にこのメニュー、ここにあるところが明るさ。そしてここが色というふうになっています。あとはその他というか、2回超過とか変わった色のその他の設定って感じですね。トーンカーブについても見ていきましょう。トーンカーブは色の同じようにヒストグラムにはなっているんですが、今露光量が入っていたのでヒストグラムがちょっとおかしかったですね。これは、このカーブを上に上げていくと明るく、ここのピクセル分布がもっと増えていく形になっています。そしてこれ下げていくと暗くなっていく。こちらの方がよく皆さん使いやすいと言って使ってますね。カーブを自分で設定できて、明るさ、濃いところっていうのを調整しやすいです。これも RGB、それぞれの色で選択することができます。明るさ、コントラストなども同様に、失礼しました。こっちですね。レベル補正も RGB ありますね。なのでそれぞれの色のこの分布を変えることができたりもします。よく使うのはこのトーンカーブ、そしてレベル補正ですかね。ここら辺を覚えておきましょう。このレッスンでは写真の色を明るくする4つの方法、明るさ、コントラスト、レベル補正、露光量、トーンカーブ、これらについて解説をしました。